い、どんちゃー、スレヨシグです。本日の動画はエイジアンフルグランサということで、この機体ね、まあなんか稼働初期とかオバブトライアルの時に、なんか今作オバブのフルグランサーなんか結構いけてねみたいな、まあやっぱ抵抗で連動ミサイルを持っていたりと、まあなかなかねインパクトの強い変更点だったんで、最初やれんじゃねえかなと思っていたんですが、まあ稼働から早10ヶ月今では中堅を守り抜いていると。なんかエクバツ以降はね、このキャラずっと中堅のイメージがありますが、今作の新規要素として、まあ、やっぱり、連動ミサイルだったり、あと覚醒中1回きりの FX バーストの突撃だったりと、そこら辺にね、変更点聞い取られがちで、俺知らなかったすっげー強い強化点がありまして、今作このキャラね、ミサイルからアミキャンっていうキャンセルあったの皆さん知ってました？俺これ、知らなくて、こんな強いキャンセル5ついたんだと。俺、フルグランサー割と遊びで乗ってた時期があったから、こんなキャンセルあったらな、ミサイルアメキャンあったらめちゃめちゃ便利よな、読み合いの時に、なんて思ってたから、これ5ついたんだろうと、俺ガチで知らなかったから、ちょっと調べてみたら、どうやら今作からみたいですね。なんか前作のウィキにはね、サブカラーアメキャンというキャンセルはなかったんで、ほえーとか思ってて、俺前回の動画これ知らなかったから、これ一切使わずに試合をお届けしてたということで、ちょっと今回はね、このサブアメキャンを使っ、結構ね、乱用して読み合いめちゃめちゃ制した動画になります。ということでお楽しみください。いや、このね、サブアメキャン、ミサイルアメキャン便利なのが、まあ、読み合いの時にさ、やっぱフルグランサーめちゃめちゃ、ミサイル巻きまくってブーストより取る場面あるじゃないですか。ああいう時に、ミサイルアメキャンってるとすっげえ簡単にブーストより取れるんすよ。で、あとは、まあ今みたいな感じで、まあ振り向きアメキャンの代用で使うのも良しだし、あとね、すげえ便利だったのが、ミサイルからの通撃をね、まあ入れ込んだアメキャンの、例えば N 特化の FX の、クソデカビームとかが、自動で追撃入れてくれたりと、何かとね、このキャンセルルート腐らせるにはもったいないとか、知らないのもったいないんで、ぜひ使ってみてください。ということで、じゃあちょっと2試合目行きましょう。いや、今作フルグランサさ、まあ、そこそこ対面したことあるんだけど、このキャンセルルート、ミサイルアームキャンってマジでやられたことなかったから、本当に知らなかったんだよな。これ知ってたわ、みんな。はい、といった感じで、じゃあ、2試合目、このキャンセルをね、うまーく使って、ちょっと降りてくないザクアメにね、めちゃめちゃ嫌がらせをした試合でございます。ちなみにね、今の環境やってて思ったんだけど、ザクアメとかはね、まあ、やっぱああいう降りてくないキャラには、このミサイルかなり特攻がついてるんで、結構読み合い有利に進む場面も多いですね。ライフリは知らん。さあ、といったんで、とりあえずザクアメ強化入ったんですが、まあ一応アメ強あるときはね、このキャラ結構さばけるんで、そこら辺でしっかり自衛していくと。さあ、ここは一回、まあミサイルアメキャンとかいろいろやっていきながら、ミサイルの弾数切れちゃったんで、一回おとなしくゲロビをぶっ放しておきましょう。これは果たしておとなしいのか。さあ、CS はいろいろ当たらずだが、まあながらゲロビ当たったんで良きでしょう。さあ、ミサイルも回復したということで、再びばらまいていきます。さあ、ここはミサメキャン、こっからね、入れ込むときは、N 特化のね、FX が、やっぱりまあさっき言った通り、追撃、ミサイルの追撃でダメージ出たりとかなり、よきでございます。よきでございます。さあ、といったので、ここはね、ミサメキャンの方でしっかりザカメラを取っていきながら、そのまま追い回していきましょう。さあ、見られてなかったんで、ゲロビが刺さっていくと、後ろサブにコマンド変更になって、ちょっと押し付けづらくなったんですが、まあ、相変わらずゲロビ自体をね、パワー武装と。いうことで、ここはそのままザクアメの方に嫌がらせみたいに、たばらまいていきつつ、入れ込みの N、N とかがね、まず何べんもいいんだけど、マジで強い。あとね、単純にミサイルで動かして、そのまま、キャンセルでね、撃ったアメキャンのアシストが取ってくれるみたいなのも多いから、いや、結構ね、これは入れ込み得ないような気がします。さあ、といった感じで、ゲロビでかなり戦況が動きましたね。ラストは、対空気味に撃ったミサイルが当たって試合終了と。今作ね、レインの、メインの連動ミサイルもね、相まって、マジで弾幕濃いんだよな。はい、といった感じで、じゃあ3試合目見ていきましょう。今作のフルグランサな、こんな感じでさ、結構新規要素が強いんすよ。強いんだけど、マジで一個思うのが、まあ、使ってる人みんな思うと思うけど、射撃 CS のね、仕様を前作に戻してくれたら、使いやすいんだけどな、と思いますね。まあ、今作さ、単発ビームが、ミサイルからの射撃派生でしか出ないから、やっぱね、結構フルグランサの武装の中だと、あの単発ビームってだいぶ取り回しのいい武装だったんですよ。あれをね、ミサイルからしか出せないってやっぱ不便には、感じるよなっていうところで、まあ、ちょっとここが気になる要素ではありますね。まあ、ただやっぱサバメキャンとかは強いからね、ここら辺の新規要素うまく使って立ち回りたい感ありますね。さあ、といったので、とりあえずここは一回相方ぶん殴ってるんで、まあ、横からゲロビだったりで突っついていきましょう。さあ、フルコンがロック取ってる、その後ろから、まあ、こんな感じで後ろついていきながら、まあ、やっぱこのキャラね、機動力ちょっとないんで、できれば相方がロック取ってるところを、まあ、ミサイルでドバドバやっていきたい。
さあ、ここは FX の突撃の方が刺さっていった。さあ、その後、あ、なんか、おー、射撃しいですな。これな、弱くはないんだよな。一応、弾速が速かったり、初動にね、誘導切りがあったりはするんですけど、まあ、やっぱり使いやすいのは、前作の単発の方なんだよな。ってところで、歯がゆいところではあります。さあ、いかだが覚醒入ってるんで、ちょっとゲロビチャンスかなと、うろうろしていったら、着地を取られてしまった。さあ、いかだがぶん殴ってるんで、ここはブリッツの方を止めに行きましょう。さあ、ミサイルドバドバ、ドバドバやりながら、こんな感じでね、ブースリーを簡単に作れるんですよ。今みたいな、相手がミサイルに避けるの必死だったら、こんな感じで、ミサイルアメキャンでそのまま着地して、もう一回ミサイルループみたいな感じで、ブリッツみたいな高機動相手にもね、これ使えば結構ブースリー取れて、そのまま着地取れるみたいな場面があるんで、このキャンセルルートはね、何遍も言うんだけど、結構実戦で使えます。はい、って感じで3試合目ラストは、まあ、ゲロビ出し切ってても終わってたがありますが、ラストアメキャンのね、ダウン追撃で試合終了と。はい、って感じで本日ラスト見ていきましょう。フルグランサな、使ってて思ったのがね、弾は25水準でめちゃめちゃ強いんですけど、やっぱ、機動力欲しいよなーって思ってる自分と、でもこんな弾強いキャラに機動力持たしていいのかっていう自分がいる、なんかジレンマですね。山嵐のジレンマ。山嵐のジレンマってなんだっけ、ガンダム嘘か。はい、って感じで本日ラスト見ていきましょう。対戦相手がエピオンとデュナメスということで、さあ、デュナメス相手はね、このキャラやっぱミサイルが刺さるんで、こんな感じでしっかり取っていくと。さあ、そのままエピオンの方取れそうなんで、この武装ね、便利なんだよね、N 特化。まあ、メインからね、今作アシストがキャンセル出るということで、まあ、メインから雑につなぎでね、単発ビームで火力取りながらダウン取れるのは普通にありがたい。さあ、リノメスの方を追っていく展開、ミサイルアームキャン使ってブースリーを取りたい。ここは下潜って、はい、ブースリーと思ったんですけど、今、ステップ食われました、食われました食われましたね、蹴りに。さあ、といった感じで、相手のオーバー引き通せなかったな。ちょっとこちらとしては手痛い状況になってしまった。さあ、一応カットいったんですけど、まあ、一応弾もらってしまったが良きでしょう。さあ、エピオンのリスイッチがなかなか終わってるんで、ここは一回逃げていきたい。一応このキャラね、カウンターはあるんですけど、メインからカウンターっていうキャンセルがないのかな、多分。っていうところで、ちょっとそこら辺で、まあ、さばきづらい感はあります。なんか、エピオン戦ね、カウンター持ってたら絶対有利ってわけじゃなくて、俺、メインカウンターがね、あるかないかで結構違うよなーなんて思います。さあ、リナメスの方は、一度、お互いお見合いしながら、まあ、覚醒地でお見合いしながら、まあ、お互い食らわずでいきたいですね。まあ、あわよくば、覚醒地のリナメスにね、ダメージを与えたいですが、さあ、ブスリ取れたんで、ここはさすがに取っていきましょう。さあ、ミサイルアメキャンでそのまま固めていきながら、横前派生で離脱していく。まあ、今みたいな感じで、縦固めもね、結構優秀だったりします。ミサイルアメキャンのキャンセル。まあ、ただ、結構ミサイルだけで縦剥がれる場面もあるから、なんとも言えないですね。ここら辺結構運ゲーなんだよな。なんか、ミサイルで縦剥がれる時もあるし、剥がれない時もあるしっていう感じで。さあ、相手のブスリを取って、そのままミサイルがこの、なんかミサイルばらまいて、相手がステップ踏むブーストがなくて、そのまま取れるみたいな展開がやっぱフルグランスは一番使ってて気持ちいいっすね。さあ、ディナメス、置き攻めの流れ。これは相手の起き上がり CS に合わせて、こっちの CS の誘導切り合わせていったんですが、うまくいかずと。といったところですが、ラストはフルコンがやってくれて試合終了ですね。はい、といった感じでフルグランサでした。いかがだったでしょうか。ミサイルアメキャンね、知らなかった人はぜひ使ってみてください。かなり強いキャンセルなんで。はい、全然行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、フルグランサー。いや、これ、今作からの新競争だと思うんだけど、マジで知らんかったんよな。いや、わかんない。俺が知らんかっただけなんかな、これ。いや、どうなんでも対面で一回もやられたことないしな。でもね、これ、マジで強かった。なんか特にやっぱね、ザクアメ相手とかに、まあ、ザクアメ降りてくないから、もうミサイルばらまきまくって、相手回避に専念してるうちに、一回キャンセルでアメキャンで降りるみたいな動きが、かなりね、フルグランサーのやりたい動きと噛み合ってるから、これは使ってくべきキャンセルな気がしますね。はい、って感じでご視聴ありがとうございました。こいつもなんか一回ぐらい情報入ればね、結構環境のいい位置に、いそうな気がします。といった感じで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。